文字は、西日本旅客鉄道と、北近畿丹後鉄道が、新大阪駅、天の橋立駅間を、JR 西日本東海道本線、福知山線、KTR 無ル線、宮津線経由で、2011年3月まで運行していた、特別急行列車である。本校では、日本国有鉄道と、JR 西日本が大阪と、 天の橋立てを結んでいた優等列車の遠隔についても記述する。北、近畿ビック X ネットワークを形成する列車の一つで、新大阪駅から兵庫県丹波地区、京都府北部の福知山市北近畿地区、宮津市の丹後地区を結んでいた。イメージカラーは緑色で、走行路線の一つである、KTR グー伏線沿線にそびえ立つ、大鉱山の鬼伝説に登場する。 青鬼にちなんでいた。1996年3月16日に、山陰本線その部駅福知山駅間及び、KTR 線福知山駅宮津駅、天の橋立駅間が電化されたことにより運転を開始した。だが、1998年から2003年にかけて、綾部宮津道路が開通し、舞鶴若狭自動車道、綾部宮津道路経由で、 大阪と丹後地区の間が高速道路で結ばれるようになってからは利用客が減少した。その後、2011年3月12日のダイヤ改正において同じく大阪から丹後地区を結んでいた丹後エクスプローラーともに廃止された。列車名は日本三文樹の一つで京都府宮津市天の橋岳にある天京山地温寺の本堂。 文字道及び道書に安置されている本尊の文字菩薩が由来となっている。運転開始当初は新大阪駅山の橋立駅間でおり一本と上り二本が運転されていた。1999年には一往復に削減された。基本的に福知山線内では北近畿のダイヤに順じており、上下ともに午後に運転されていた。また、福知山駅の同一ホームの向かい側にて、 特急、木の先に接続していた。1号では一部区間で車内販売が行われ、一部の列車では北近畿地方の民謡をアレンジした車内チャイムが流れていた。列車番号は M であった。福知山電車区に所属する183系電車が使用されていた。この車両は1986年に北近畿の運転開始に際して投入された485。 軽電車を直流化改造車両した車両と、1996年に、木の先、橋立、門樹、丹波設定により追加投入された485系の直流化改造車両があった。北近畿運転開始当初は普通車のみの編成で、グリーン車は連結されていなかったが、直後に、先頭車を半出グリーン車に改造しており、 国鉄分割民営化までに全編成の改造を完了している。なお、A 編成は使用開始当初から全室グリーン車を連結していた。上下ともに4両編成での運転。1号は B 編成を使用した半室グリーン車。2号は A 編成を使用した全室グリーン車で運転されていた。11月から3月にかけては、 カニのシーズンとなるため、JR 西日本が発売する駅長を進め、駅プランのカニカニ日帰りエクスプレス期間中には、特急列車の利用が多く見込まれるため、期間中の土休日には1999年から定期列車の保管として、カニカニエクスプレスであるカニカニモンジュが2001年度2002年度に、新大阪発山の橋立港が一本運転されていた。 1998年度までは、味めぐり文珠として新大阪駅、天の橋立駅間に一往復運転されていた。1988年7月16日に、宮福鉄道偶復線が開業し、新大阪駅天の橋立駅間で、急行列車として運転を開始した。臨時列車ではあるが、毎日運転されていた。また、福知山駅天の橋立駅間は、 快速列車として運転された。車両は、キハ58系が使用された。運転開始と、ほぼ同時期に阪急バス、単語海陸交通による高速バス大阪宮津線の運行が開始され、利便性や車内設備、運賃料金などの面で高速バスの工人を、廃していたこともあり、利用客は、海水浴シーズンやカニシーズンの週末、休盆や年末年始、 ゴールデンウィークといった繁忙期以外は少ない状態であった。1996年に宮福線が電化されることにより、電車での運転が可能になったため、文字に置き換えられ廃止された。北近畿と並結運転中のエーデルタンゴエーデルタンゴ、宮津と同じく宮福線の開業により運転を開始した特急列車である。週末のみ運転される臨時列車だった。 キハ65系機動車が使用されたため、電車と機動車の並結運転方式が採用された。これは、ユ・ウトピアワクラで前例があったので可能となった。福知山線内では、北近畿の最後部に付随車として連結されていた。エーデルタンゴは、全車普通車であったが、団体列車として運用できる、車内設備を有しており、行楽客からは人気があった。特に、 展望席の特急券は入手が困難であった。1996年に KTR が開発した KTR8000 系の運用開始に合わせてエーデル単語は単語ディスカバリーに置き換えられ廃止された。ありがとうございます。